リライズニュースの編集を務めています川名と申します。本日は松岡あさみ様にお話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ですね、お時間作っていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。ではですね、早速質問の方入っていきたいと思うんですが、松岡様が、描かれている夢やビジョンをお聞かせください。私の、夢というかビジョンはですね、こう幸せな個人、一人一人の個人が増えていくっていうことで、平和な社会を作りたいっていうのが私の夢です。幸せな個人が増えていくことで、幸せな世の中を作りたいでそうしたっですけ？ね。平和な平和な世の中、社会を作っていきたいということですね。社会。なんか幸せな個人っていうのって結構いろんなイメージあると思うんですが、そうですね。もうちょっと具体的に幸せな個人ってこういうものとか、あと平和な社会ってこういうことみたいなものがもしあればですね、もう少しちょっとイメージの方をやっていただければと思いますが、いかがでしょうか。今、ウクライナとか、ウクライナとロシアの戦争がありますよね。で、誰しもそれについてこう心を痛めたりとか、戦争がいいと思ってる人はいないと、ほとんどいないと思うんですよね。でも、その一個人がその戦争をやめさせたいとか、その戦争をなくしたいっていきなり思うっていうのはすごく難しいことだと思うんですよ。思いはあっても、じゃあそのためにどうしたらいいのかってことはすごく難しいと思うんですね。でも、それをどん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 こう細かく細かく考えていくと、やっぱり一人一人が自立してこう幸せを感じる個人っていう人が増えて、その人たちがこう増えていくことで世界の平和がこう作れるんじゃないかっていうふうに考えるんですね。で、そのやはりその、自分自身、そのためにはやっぱり自分自身がこう幸せで感じることってすごく大事になってくると思うんですね。で、もちろんその幸せって感じながらも、何かこう身の回りのことに不満があったりとか、愚痴が多くなってしまったりしてる人って多いような気がするんですよ。だから、それもこう考え方次第で変えることもできたりしますし、そういった人を増やしていきたいっていうのが、私のビジョンですね。ありがとうございます。ですね。幸せにこう満ち足りてる人っていうのは、あれですよね、こう、安易になんか人を攻撃したりとかそうですしね。ないですもんね。そうですね。だからいじめの問題とかも、満たされてる人は決して人を傷つけたり攻撃したりしないんじゃないかと思うんですね。だからその攻撃するってことは何らかの原因がやはりあるわけですよね。満たされない思いがあって、それを他人にぶつけているっていうことが多いんじゃないかなと思うんですよね。もちろんそれはいろんな原因があると思いますから、一概にこれをすれば大丈夫っていうことはないと思うんですけど、で、それを少しずつでも減らしていけたらいいなって思います。ありがとうございます。ではですね、そういった夢やビジョンですね、幸せな個人が増えていくことによって、平和な社会にしていきたいという、そういったこうビジョンをこう作っていくのに、どのような目標や計画というのを立てておられるでしょうか。そうですね。大きな目標として考えているのは、講演家になりたいっていう、講演活動をしたいっていうことが、大きな目標ではあるんですね。講演家。そうですね。人の前でこう、自分の経験だったりとか、経験からこう、腑に落ちたことってたくさんありますので、そういったことを、人に語るっていうことで、何かこうちょっとした気づきだったりとか、自分が変わるきっかけ、そういったものをこう与えられるようになったらいいなっていうのは、大きな目標としてあります。人の経験から来る言葉ってすごく力がありますもんね。そうですね。決してこう知識とかその教科書や本から得たものだけではなくて、それをどうやって自分の中に落とし込んでいったのかっていうところですね。やはり、
まあ、人生において経験というのが一番私は大事だなと思っているんですね。まあ、もちろんその自分が経験したことがないこともたくさんありますけど、やはり経験したことっていうのはその話すことにもこう力がこもるというかですね、いろんな人をその共感を得られることなんじゃないかなっていうふうには思いますね。ではですね、そういったこう夢やビジョンや、まあ、これからこう講演活動をするっていうふうにこう向かっていくのに、どのような今、活動指針を持って、どんな活動をされておられるでしょうか。はい、まあ、活動といった面で言えば、Facebook ライブですね。Facebook ライブを1年半ほど前から始めまして、最初は、まあ、毎日やってたんですね。まあ、フリーの仕事をしていたので、時間が自由だったので、まあ、毎日やってたんですけれども、まあ、途中からちょっと仕事を変わったっていうこともあって、今は仕事が休みの時に、なのでペースで言えば週に1日から2日ぐらいのペースで、まあ、朝9時、8時とか9時とか、その時によってちょっと違ったりはするんですけど、まあ、朝の時間帯に、まあ、10分から長くて15分ぐらいですかね、そういうの Facebook ライブを行っていて、そこでやっぱり今自分が経験から得た気づきだったりとかですね、そういったものを、まあ、お話ししています。なんかこう、毎日続けるとか、あはと、い、まあ、お仕事の状況とかが変わっても、まあ、1週間にこう、何回かやるっていうのって、まあ、すごはい、くこう、モチベーションとか、そういうこう、内容とかっていうのって、ないとなかなかこう続けられないかなと思うんですが、その中でこうなんかご自身がこう大切にしているなんか価値観というか指針、これは大事にしたいなって思ってることとかっていうのはあったりはされるんですか？ああ、そうですね。まず、なんかこう、いやいややらないっていうのを考えてるんですよね。なんかやらなくちゃいけないとか、なんかこう、何のためにやってるんだろうとか、いろいろ考えてしまうと、もうやれなくなってしまうっていうことはあると思うんですよね。だからやっぱり楽しくやるとか、なんかこう、やりたいからやるっていうところが一番大事じゃないかなって思ってるんですよね。もちろん時には話すことを何話そうかなってちょっとこう全然思い浮かばないこともありますし、なんかこう例えばその Facebook ライブでもこう左端の方に何人見てますっていう数字が出たりとかするんですけど、その数字とかを気にするともう本当になんかこうそれがまあゼロってことはあんまりないかもしれないですけど、すごい、まあ1人とか2人とかっていうことは、まあそれ普通なわけですよね。で、そういうことを気にしてしまうと、喋れなくなってしまうっていうか、その人数を増やすために喋ってるわけではないっていうこともありますので、やはり自分がそのやっぱり伝えたい思いがあるんだっていうこと、1人でも2人でも、まああとアーカイブで聞いてくださる方もいらっしゃるわけですから、まあ、そういった人たちに届けたいと思いと、まあ、きっと本当にわずかなことかもしれないけど、何かしら誰かの、どこかの誰かの役に立ってるんじゃないかっていうふうな思いを込めて喋ってるっていう感じですね。いやー、すごくなんか大事なことを、聞いたなというふうに感じました。あ、そうですか。ありがとうございます。そうしましたら、そういった夢やビジョンや現在のこう活動ですね、こうされるようになったその出会いとか、その出会いの中でのこう気づきとか発見というのはどういうことが終わりだったんでしょうか。そうですね、まあ、もともと私、こうなんか人の役に立ちたいっていうのは、昔からこう子どもの頃から多分親の刷り込みみたいなものであったような気がす、あったと思うんですよね。なんか昭和な人間なので、こう自分のことはさておき人に尽くすことは良いことだみたいな感じで育てられたことがあったりするんですけど、でもその今もう結構還暦近くになってきてるんですけど、多分40代ぐらいまでは全くそういったなんかこう
心のことっていうのはあまり興味がなかったというか、それをなんか勉強するとかっていう感覚がなかったんですね。周りにもそういう人がいなかったので。で、50代になって、その40代で離婚をして、50代になる直前ぐらいに、自分の故郷に、生まれ故郷に帰ってきたっていうのがあって、そういったきっかけがあって、だんだんなんか心のことに向き合わざるを得ないような状況が出てきて、で、そこで、やっぱりメンターと、私が呼んでる、心の師匠との出会いがあったりとかですね。そこで、学びを始めたっていうことが、やっぱり今の私につながってるのかなと思います。なんかその学びの中で一番こうグッときたものとかっていうのはあったんですか？印象的だったことっていうか。そうで多す分ね、いっぱいあるもと思うんですけど、う、唯本一当にこたくう、一さんあるん個でまあす。挙げるとすれば。ジャッジっていうことですかね。何でも自分で、これはいいことだ、これは悪いことだって結構決めつけたっていうことはが、私はいろんなことをジャッジして、結構切り捨てたりとか、自分が正しいというか、正義と思っていたりとか、なんかそういった部分もすごくたくさんあったなっていうふうに、それは結構印象的でしたね。師匠の言葉というか学びの中で今もすごく印象に残ってるのが、物事にいいも悪いもないんだっていうようなことを言われたんですよね。で、その時はすぐには腑に落ちなかったっていうか、感情にまだ左右支配されていたので、でも世の中には悪いって言われてることたくさんあるじゃないかって思った自分がいたんですよね。でも、年月を経ていって、そこでいろんな経験をしていくと、自分が今までこれは悪いって決めつけてたものは、果たして本当に悪かったのかなとか、そういうふうに思う自分も出てきたりとかして、師匠が言ったその言葉が少しだん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 分かるようになってきたっていうか、そういうことはありますね。じゃあそこからこう自分のジャッジっていうところがこう変わってきたりとか、こそううで出すね。せなくなってきたみたいな感じなんでしょうかね。ジャッジしないっていうことですね。そのことを受け入れるというか、受け止めるというかですね。もちろん、物事に自分が共感できること、できないことはあると思うんですけど、でもそれを否定しないで、その人はそういうふうに思うんだなっていうふうに思うだけでも、世の中の見え方が変わってきたなって思います。いや、すごい大きい変化でしたね。そうですね。やはりそれはもう本当に価値観を書き換えるみたいなところにつながってきたかなっていうふうに思いますね。ではですね、そういった気づきや発見のさらにこう背景に、どういったものがおありだったんでしょうか。やはり親との関係がすごく大きかったかなと思うんですね。親に厳しく育てられたいい子でいなくちゃいけないというか、いい子であることを求められて、自分もそれに一生懸命応えてきて、でもそれがやっぱりだんだん自分の中で窮屈になってきた部分もあるし、自分がそれで親から言われていいと思ってきたことが果たして良かったのかなとかいう思いもあったり、やはり50代、個人事業主で独立したっていうこともありますし、そこで、やはりその過去に主婦だった時代があったりとか、会社員だった時代とは通用しない世界がその先にあったりとかして、私は本当に世の中のこと何も知らなかったなっていう思ったんですよね、そういうふうに。世界が変わった時に。だから本当に自分がいかに世間知らずで物事を知らなかったとか、知らなかったのかっていうことに気づいたりとか、ですね。もっと大きな人間になりたいなってその時思ったりしたんです。いろんなこう
お仕事されたりとか、あはと、離婚があったりとか、そういう、環境の変化によって、今までの、自分が、正しいと思ってたことが、あれ？この環境に行ったら、知らなかったことがいっぱいあるとか、あれ？い。そうで今すまでこう思ってたけど、あれ？全然違うぞみたいなことね。が、たくさん起きた、その積み重ねみたいな感じだったんでしょうか。そうですね。私、20代の頃ですね、本当に。専業主婦というか、もう普通に結婚して子供を産んで育てて、で、そういう人生しか思い描いていなかったんですね。それが幸せだっていうふうに思ってたんですけど、実際結婚したら子供はできない、子供には恵まれない、で、結局夫ともうまくいかずに離婚してしまいっていうことで、全くその180度全然違う人生を歩むことになってしまったんですよね。だから本当に若い頃思い描いたこととは全く違う人生に今いて、でもいろんな経験、もちろん結婚して離婚もして、でいろんな仕事も経験し、で今もまあ一人で生活してるんですけれども、本当に全く予想もつかなかったこと、状況になったってことで、でもいろんな経験できて、結果としては良かったよねっていうふうに今思えるっていうですね、そういうところがありますね。ありがとうございます。そうですね。自分の価値基準っていうのを柔軟に変えて幸せを感じていくっていうのが、すごく大事なんだなっていうのをお話全体を通して私は感じました。そうですね、私もやっぱりその柔軟さっていうのすごく大事だなと思います。どうしても何かにしがみついて頑なになっていると、新しい考えとか人の言葉も入ってこなかったりしますし、今世の中もどん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 変化していってますよね。で、その、変化に気づかずに、やはり古い価値観をずっと持ち続けると、自分がどんどん多分居心地が悪くなるんじゃないかなっていうふうに思いますし、やはりいろんな変化に耳を澄ませ、目を光らせ、その変わった中で自分がどうやって生きていくのかっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。いや、本当にもういろんな人に必要なことだなっていうのを、ね、感じましたので、ぜひこれから講演ですね、いろんな方に情報発信ですね、これからますますしていただければと、思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日ですね、松岡あさみ様にお話をお伺いしました。お忙しい中ですね、貴重なお時間、お話、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。